20時の便出航したいと思います。出航の合図の方が鳴りますのでご注意ください。それでは改めまして、本日は小樽運河クルーズにお越しいただきまして誠にありがとうございます。このクルーズを担当する秋山です。よろしくお願いいたします。それでは早速こちら中央橋という橋ですね、入ってまいりました。ただいま小樽の街は夜景が綺麗な時間帯始まっております。この時間限定でこの中央橋もですね、ガラスの浮き玉のライトアップ始まっております。まずはこの幻想的なトンネルの空間お楽しみください。水上の交差点ございまして、船同士死角になる場所がございます。ここで一度合図の方を鳴らしていきます。大きな音にご注意ください。真ん中を境にそれぞれ呼び方が変わります。右側を北運河、左側を南運河とそれぞれ呼んでいます。これから船は右に曲がって北運河入っていきたいと思います。現在の小樽の位置は至る所に昔と変わらない建物、そして景色がたくさん残されています。それではここから北運河の一番奥に進んでいきます。その間に今皆さんが巡っている小樽運河についてご紹介します。小樽運河は大正12年に完成しました。長さが約1300メートル、横幅40メートルで完成しています。今皆さんが巡っているこの北運河は昔完成した時とほとんどその姿が変わっていません。そこで現在は広い横幅を生かして左側を船の駐車場で再利用しています。主にこちらの駐車場には観光スポットに行くクルージング船、そして釣り船が停まっています。現在小樽運河は観光スポットで有名になりましたが、もともとは違う使い方で活躍していました。すでに気になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんの左前方には4階建ての大きな建物がございます。実はこちら先ほど北運河でご紹介した観光場の倉庫なんですね。北海青函株式会社第三保税倉庫といいます。大正13年に作られたものです。なんだか夜の雰囲気もありまして、ちょっと怖い雰囲気が漂っているんですが、以前この雰囲気を生かしまして仮面ライダー2号の撮影場所で使われたことがありました。その時怪人カニバブラという敵と戦ったんですが、その戦いのシーンで一瞬だけこの倉庫が登場します。
詳しくは仮面ライダー2号の第19話怪人カニバブラ北海道に現るというお話が出てきます。気になる方一度検索してみてください。
が再利用されて和食レストランが中に入っています。そしてすぐお隣には木のテーブルと椅子が並ぶお店がございます。現在こちらが小樽ビールというビアレストラン中に入っています。ドイツ料理と小樽の地ビールが楽しめるお店です。小樽の地ビールはドイツの製法で作られていまして、苦味が少なくて飲みやすい、悪酔いがしにくいという特徴があります。たくさん種類ありますが、中でもピルスナーという種類一番飲みやすくておすすめです。また女性の方はベリーが入ったヒムベリーという種類もとてもおすすめです。ぜひこの後お時間ありましたら、この小樽ビールさんも一度行ってみてください。ビールはもちろんですが、ドイツ料理もすごくおすすめです。この倉庫群を横目にさらに船を進めていきますと、まもなく南運河一番奥に到着いたします。さらに船を進めていきますと、皆さんの正面にはまた新たな橋が見えております。U ターン進めていきたいと思います。ほら取れる。ここで左右の景色入れ替わりまして、現在右側に倉庫群が並んでおります。反対の左の奥にも落ち着いた色合いの建物たくさんありますが、左はほとんどが平成を過ぎてからできた建物たちです。小樽は新しい建物も昔風の色合いで作られていますが、これは景観条例というルールがあるからなんですね。景観条例は小樽の街並みを守るために、派手な建物は建てちゃダメですよという決まりです。そこで新しく建物を建てるときには2つの決まりがあります。色合いを昔の建物に合わせること、運河の周辺に建てる場合は高さが17メートル以下という2つのルールが決められています。この決まりを忠実に守っているので、小樽は何年経ってもこの街並みをずっと守り続けています。先ほ
日ですね、天気もとても穏やかになりまして、夜景も綺麗に、そしてゆったり楽しんでいただけると思います。この後船を降りた後もですね、ぜひこの小樽の街並みと夜景ゆったりと楽しんでみてください。また少々夜になりまして肌寒い日が多くなっております。ぜひこの後も体調に気をつけながら、この小樽で素敵な思い出をたくさん作っていただけたらと思います。少し船が揺れます。もう少々座ったままでお待ちください。